ナミさん、ステーキングプールの運営に関わっていただきましてありがとうございます。まあ運営に関わるというよりもね、体の方を委任していただきましてありがとうございます。あのリピさんからの報酬が渡ったということで、さらに良かったですね。これはね、リピさんが速稼塾の宇宙生産で体のエイダに関わっていらっしゃる方にもっとね、安全に有利に、楽しんでいただきたいということで、今回のサービスと、それからあのこういったね、報酬ってのをプレゼントしてるわけなんですけども、まあこれを機会にですね、またさらにリピさんとの仲良し度も深めていただければなと思いますし、またよろしかったらね、ナミさんの方でも放送の方されてると思いますので、まあリピさんとね、いろいろとこう対談してみたりとか、そういったチャンスも増えるんじゃないかなと思います。体のエイダにつきまして本当にいいニュースばかりが出てきますので、これから本当にね、楽しみになってきました。まあ今までも十分楽しみだったんですけども、上場して値段が上がって、それだけでなくてステーキングが始まって、なんかすごいですね。はい、で、まあ大和くんなんですけども、大和くん生まれた瞬間に体のエイダのある家庭に生まれてきたということで、なんか本当に羨ましいですね。どうなっちゃってるんでしょうかね。まあでも親から子へ、子から また孫へって感じですか。世代を変わるごとにどんどんいいものをプレゼントしたいですよね。個人的にはいいものをプレゼントできても、でも社会的にはどんどんちょっとね、この国を中心にちょっと衰退しているところもありますので、社会貢献といいますかね、社会のために何かをするってことも、まあ子供たちの将来のために避けられないのかなと思ったりなんだりします。まあ私はこれからも情報発信によって誰かのお役に立ちたいと思いますので、ナミさんもね、あの私と一緒にやってくださってますんで、いろいろ協力できることは協力していきたいと思います。これからもよろしくお願いします。動画の方ありがとうございました。そして大和くんもね、可愛がっていただきまして非常に嬉しく思っております。